こんにちは、B レジェンド田中です。B レジェンドダンです。今回は足上げベンチプレス100キロで何回上がるかっていう動画を撮りたいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひご確認ください。今日は足上げベンチ100キロを行っていこうと思うんですが、普段ね、僕はベンチプレスとかの話に例えながらね、皆さんにトレーニングの解説とか、こういうアプローチもいいんじゃないですかっていうのを紹介してるんですが、かれこれね、5年ぐらい試合とか出てないんでね解説してる割にちゃんと鍛えてるのかっていうね、疑惑があるとは思いますので、今日はね、B レジェンドダン君と一緒にですね、ちょっと足上げベンチをやって、まだ鍛えてるのかなっていうところをお見せできればなと思います。そんな厳密なね、厳しいフォームでね、ちょっと肘の伸ばしが甘いとかいうちょっと手厳しいご指摘は40のおじさんなんで、ちょっとね、優しい感じで見ていただければと思うんですが、ダン君何回ぐらい上がりそう？僕ですか？ゼロです。ダン君はね、重いトレーニングをやるよりもね、実はね、効かすトレーニング。関節弱者なんで、もうすぐ怪我しちゃうんで、一回ベンチプレスも最大120まで上がったことあるんですよ。そこで怪我してベンチプレスから3年ぐらい離れたこともあったんで、多分僕100キロこれ1回上がったら筋力上がってるやんって多分興奮します。一応ね、普通のブリッジを組むベンチプレスと違って、足上げベンチプレスっていうのは、足の力が使えないで、背中の力も使えないし、ブリッジが低くなるっていうところがあるんで、純粋な上半身の力でどんだけ押せるのかっていうのを見るっていうか、トレーニングにおいてもね、上半身にフォーカスして鍛えるアプローチの一つとしては、いいのかなと思ってる種目なんで、やっていきたいと思います。それではウォーミングアップからやっていきましょうか。じゃあダン君から。よいしょ。足上げですもんね。もう上げるクロスは OK ですか？クロスは OK。いい。ダン君身長あるのにあれやね、薬指ぐらいの位置に持ってくるんやね。狭いと思います。広げるとどうしても胸に入りにくいというか、身長僕の方が低いのに僕の手幅は広い。じゃあ安定感ですね。もうアップの安定感から違いますもんそうよし、じゃあ重りつけましょうか。何キロつけますか？もう20つけますねどう？ダン君のいい感じ。20で大丈夫です。20でいける？普段のトレーニングで足上げってやってます？僕足上げしか逆にしてないです。おお。なんでそれは狙いとしては？狙いとしてはもう胸に全重量乗っけるイメージですね。なるほど。なんかあるじゃないですか、100キロ上げてるけど実際胸に効いてる、なんかちゃんと乗せれてるのは何キロでみたいな。一回じゃあ回数にこだわってやるやつと、ちょっと効かしたらどんだけ数変わるのかやってみようかな。それいいですね。はい、じゃあ行きましょう。はい。スタートの位置めっちゃ低いですね腕長いからね。もうこの時点で60キロで僕もうやばいかもしれへんと思ってますからはい。なんでいつもはここでちょっと合わせて胸に乗ってなかったらやめたりしますもんね。普段こんな早くやらないですよね。もっとゆっくり。普段の僕のペース。めっちゃゆっくりやな。これですね。やっぱり。そこはボディメイク系と上げりゃいい系の違いが。いやもうでも一番やっぱ上げれるのが一番ですからね。僕これ補助絶対いらないですもんね、もう。見てください、このスピード感をさあもう僕の限界の重量80キロぐらいいきますかいきますか。80、もうこれは僕何回もやらないです。1回上がったらおおぐらいの手幅広げてみます。はい。次々行くね、なんかスタミナもうちょっと休憩したい、はい1回やったらいける気がしますけどね。ラックアップ補助入らんでいい？あ、いいです、お願いしていいですか？あ、OKです、はいいきます。あ、これ怪しい、怪しいぞ怪しいぞ。もう数適当にダンク決めてね。あ、これはもうアップということで僕は1回にしておきますあと手幅広げたら可動域狭くなるから割と上がるんじゃないか説が出てます自分の中でマジで。いやー、これは田中さんがやる前に決めとあれですね、予想しとかなダメですね、何回できるか。これはもうまだアップで持とうかな。アップの1回の上げ方のスピード感でそう予想しやすいかもしれないですね。じゃあ3回ぐらいちょっと持ってみてどうでしょうね。これ多分100キロじゃないですねよし、分かった。これ見てる人からしたら100キロに見えないと思いますね今の感じで。リアルな100キロの体感の仕方は僕が紹介しますラン君100キロ。僕が持つことで、あ、これ100キロなんやってみんなに思ってもらえると思うんで。最弱の関節を持つ男。最弱の関節を持つ男ですさあ、手幅いつもより広めでやると可動域がちょっと先。何発目標？目標はもうやっぱ大きくも3いきましょうか。3発。よし。いきますか。はい。せーの。はい。あ、これは怪しいぞ。1。やめときましょう。でも1回上がりましたね、これは。記録更新しました。だいぶリストなしやもんな。これがリアルの100キロの体感の仕方です。今から見るのが異次元の100キロの扱い方です。じゃあ、引退疑惑のあるおじさん、田中、何回やるの？いや、でもさっきの3回のペースを見た感じ、うん、僕の中で大きく見て、16回。16回。カメラマンさん、何キロいけそうですか？10回。何回か。10回。で、20回超えたら、ご褒美企画なんか用意してくださいご褒美企画この後美味しいご飯食べに行かないですね16回を超えるためにリスト巻き出すよし。いや、さっきの3回見た感じどうなるか想像できないですね。どこから減速するんですかね。よし、いったろう。20回超えて30回いったら結構やるやんけってなるんじゃない？いや、相当ですよ。10回いってもやるやんけですけどね、僕からしたら。あ、もう補助なしで大丈夫 OK ですか？はい、いきます。7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。これは7ですね。27回現役でした現役でした。しっかりと今、まあ、回数にこだわってやるフォームでやったんですけど、じゃあちょっと効かすようなフォームでやったら10回怪しいか1回効かすフォームでやります。じゃあ効かすフォームでやってみます。ちょっと動きの違いを説明すると、足上げでも回数にこだわってあげると結構下ろす時に背中で受けてなるだけ胸に負荷が寄りすぎないように腕とか背中とかに分散させながらやるんですけど、下ろす時になるだけ胸に乗っけると、で反動はなるだけ使わないっていう条件、まあ、効かすフォームですね。最初にやったフォームと比べてもらったら分かるんですけど、多分リズムが全然違うし、映像上じゃ分かんないですけど回数を上げるのにこだわると、まあ、この辺に僕は重り乗っけてるんですけど、効かすイメージになったらちょっとこっち寄りに、親指寄りに乗っけるようにします。5回いけるかな。効かすフォームってマジできついし、数上がんないんですよね。じゃあいきます。はい。いいですね。効かす方もやっぱきつそうですね。ずっとできるだけ胸に乗せるっていう意識でやると、やっぱり数こなせないですけどこういうアプローチもでもやると重さを落としてでも刺激ががっつり入るんで、まあ、怪我とかの予防にはこういうアプローチもたまに組み入れながらでもいいのかなって感じです。ただまあ数やるフォームと効かすフォームだと、まあ、全然数は変わっちゃうなっていう感じですはい、まあ、でも20回以上はできたんで、まあ、かろうじて元気ということで。いやーすごすぎますよねはいはい、参考になった方は、参考になるんかな参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ビレンジャーの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひ概要欄をご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。